蓼科クラブアダプト活動の朝の集合の状況です。どうですか、上の方がいいですか。作業の準備をしています。すいません、じゃあもしかしたら上に移動してください。まあ、今上が全然やってるよね、きっと。蓼科クラブのメンバーが作業を始めました。今日は県の知的公園中山道松並木の少し上で始めました。今遠くの右側に見えているのは浅間山です。今日は10月の12日、日曜日、素晴らしい天気です。と稲刈りが一斉に行われることでしょう。今朝の7時です。気持ちのいい朝です。中山道一番の松並木が残っています。県の史跡公園に指定されています。これが旧道で、こちらはバイパスです。今から十数年前に開きました。作業の状況です。交通量が多いので危険性もあります。一人は見張り役もしています。約1時間の今日の作業も終わりに近づきました。とても綺麗になりました。皆さんご苦労様でした。恥ずかしいな。え？全国放送で乗るからね。今日の作業は終了です。はい、ほら、こっち向けて、そっち向けて、裏向いてるのも、はいはい。はい、あけびの実です。終了ミーティングです。じゃねえかよ。私も悲しいね。ご苦労様でした。これがアダプト制度を表示した看板です。これが2箇所掲示されています。県との契約でやっていることです。